ユリウス・エクスターは、ドイツの画家、彫刻家である。風景画や人物画を描いた。ルートヴィヒス・ハーフェン・アムラインの有力な商人の一族の家に生まれた。いとこに建築家のアウグスト・エクスターがいる。マンハイムで教育を受けた後、1881年にミュンヘン美術院に入学し、同い年の画家、フランツ・フォン・シュトックと親しくなった。シュトックに誘われて、 野外の写生を好むようになった。1892年にシュトックラによって結成されたミュンヘン分離派の創設メンバーに加わった。1898年にダルムシュタットの美術出版社の娘で画家のジュディス・アンナ、コラーと結婚し、画家になったジュディスやカールが生まれるが1917年に離婚した。1902年にミュンヘン美術院の聖教授、名誉会員になった。 1902年にキー・ムコの湖畔に屋敷を買い、スタジオも作った。この屋敷は、エクスターの娘の没後、1972年に、中政府に寄付されて、博物館、美術館、カンセラーハウスエクスターとして一般公開されている。ありがとうございます。